残りは2周赤番のホームです。3番の新田雄大はすっと車を下げまして、今度は2番の山口健也、残りは2周回を切りました。9番の平原をさらに切りに行きます。2番の山口健也、脇本雄太はじっと戦歴見せていますが、7番手から上がっていきます。1番の脇本雄太、スタンド大きな歓声に変わりました。ジャンで脇本がまずは出ました。2番の山口健也ですが、踏みながら現在は2番手インコースあたり、浅井は中段に引いています。9番の平原は後方6番手、最終周回先行は1番の脇本、そしてこの3番手も5番の南修司まで続いてきまして、1コーナーから2コーナーですが、内2番の山口健也が3番手絡んで、山口が3番手を阻んだ、中部勢が3、4番手、その後ろ9番の平原浩太、3番の新田は後方8番手、3コーナーカーブに向かっていきます。先頭は1番の脇本雄太、マーク8番の三谷隆起、3番手は7番の浅井浩太が上がって直線コースへ向いてくる、番手から8番の三谷隆起、1番の脇本、8番の三谷隆起が最後は捉えたか。あるいは前受け5番の藤井優吾が突っ張るのか。残りは2周回を切りました。5番の藤井優吾が突っ張っていく、後ろから上がっていく4番の岸直樹ではありますが、突っ張った5番の藤井優吾、4番手キーパー9番の島津拓也、突っ張られた4番の岸直樹は7番手に車を下げました。1周半切って3コーナーカーブ、突っ張った5番の藤井優吾、マーク1番の浅井浩太に、3番手は7番川口浩太郎、4番手キープで9番の島津拓也、最終周回と向かっていきます。もう一度7番手から吹かしていく4番の岸直樹、岸がまくっていきますが、現在は中段のアウトコース、1コーナーから2コーナーカーブと向かっていきます。岸のまくりは現在5番手アウトコース、番手で車間を切っている1番の浅井浩太、先頭突っ張って5番の藤井優吾、マーク1番の浅井浩太、そして4番手からは9番の島津孝也がまくり上げる、後ろ3番の和田健太郎、直線コースへ向いて番手から1番の浅井浩太、1番の浅井浩太が追い込んでくる、浅井浩太内からは7番の川口浩太郎、さらには3番の和田健太郎に9番の島津、4コーナー回って直線、残りは2周赤番のホーム、短期の8番の山口翼がこの間に切り替えようという構え、3番の小川が前ですが、中段から新田、そして後方から近畿勢も動いていきます。1番の新田雄大、4番の池野健太を牽制しながら上がっていく、ジャン前に2コーナーからバック、1番新田雄大、そして4番の池野健太、この2人が踏み合っていますが、ここで池野を出して新田雄大は番手に行くのか、2番の三谷隆起、そして1番の新田雄大、この2人が並走になって最終周回と向かっていきます。先行4番の池野健太、2、3番手並走になっています。3番手は7番の諸橋恵と、そして9番の清拓也、2コーナー回っていきますが、後方からは3番の小川慎太郎をまくっていく、今度は自力に転じて2番の三谷隆起、切り替える1番新田雄大、ここを3番の小川慎太郎がまくってくる、小川がまくり切りました、内内ついてくる1番新田雄大、2番の三谷隆起はちょっとは真ん中の位置、4コーナー回って直線です、まくり切りました3番の小川、追走から5番の橋本、5番の橋本が追い込んでのゴールです。2着どうか、6番の栗田か。
3番手7番の酒井陽、脇本雄太を後方7番手に置きました。2対4対3、800を切って1コーナーカーブ、各ラインが脇本雄太の動きを見ています。4番の片岡由志が先頭の位置、3番手酒井陽、脇本をジャン7番手から今日は仕掛けました。先頭4番の片岡由志、脇本今度は5番手に潜り込んでいきました。2番の佐藤和也が遅れている。4コーナー回っていきます。脇本現在は5番手、後ろ5番の南修一と2番の佐藤が絡む展開になって最終周回です。先行4番の片岡由志にマーク3番田尾俊介、3番手には射程圏が7番の酒井陽、マーク9番のアメリキア、そして5番手1番の脇本優太、後ろ5番の南修一が守りきって、3番手からは7番の酒井陽がまくっていく。酒井の後ろ9番のアメリキア、そして1番の脇本優太に5番の南修一。4コーナー回って直線です。先頭は7番の酒井陽、直線コース酒井先頭ですが、1番の脇本優太が捉えきってのゴールです。2着には7番の酒井陽か。マーク5番の和田健太郎、脇本は8番手、各ラインにまだ動きはありません。800を切りました。まだ誘導員残った状況で変化はありません。4番の小川慎太郎が前、脇本は後方8番手、2番の浅井光太は4番手、酒井陽が6番手。ジャンの3コーナーカーブ、3番の酒井陽から動いていきました。誘導対比で酒井陽、ジャンの4コーナー先頭、この時脇本は8番手、最終周回です。酒井先頭、小川慎太郎3番手、2番の浅井光太6番手、脇本後方8番手、1コーナースパートしていく。各選手が脇本を見ていますが、3番の酒井陽が主導権です。脇本まくっていくが、2番の浅井光太をまくっていく。脇本は超えることができるかどうか。浅井のスピードがいいですが、現在は2番手アウトコース、マーク8番の川口光太郎だ。先頭3番の酒井陽、脇本はいっぱい直線コース、6番手からまくり切った2番の浅井光太。浅井光太地元 G3 連覇だ。浅井光太です。you